品川駅、寿司長川駅、これからパナチーム一行で京都に PV 撮影しに行きますね。プロモーションビデオの撮影とかね、まさかこんな早くやることになるとは思ってなかったですね。京都に行ってくるよ。何ですか、ゆきさん。チップスターの極みです。チップスター極み、東海道新幹線限定、東海道新幹線限定のチップスター。乗っかってくるね、チップスター乗っかってくる。ナビスコすごいですよ。なんか何が普通のと違うかっていうと、味が濃い。なるほど、しょっぱい。なるほど。はい、京都着きました。はい、京都着きました。暑いね。暑い。京都に着きました。あ、着きましたね、京都。ほら、はい、出ました、京都タワーですね。アニメでもねえ、かなり映り込んでる京都タワーですね。はい、なんか男どもがみんな白いシャツで現場に向かってます。いや、僕もこんなんです。こんなん、これはひどい。やばいやばい。いや、いいっすよ、すごく。広いです、とっても。重要文化財らしいです。聞きやすいですか？ゆきさんのおニューのギター、いや、かっこいい。色がいいですよね、色が。あ、すごい、こんな風になったんだ。すごい。撮られてると分かんないでしょう。撮られてると全然分かんない。唐揚げ美味しいです。みんな唐揚げ大好きっていうかね、すごい唐揚げ。みんな唐揚げ食べてる。いかがでしたか？緊張しました。緊張しました。なんかどういう顔していいのかよくわかんない。だけど楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。1日目撮影、ちょっとみんな、ね、緊張してたけど、何やかんや無事に終わりましたね。よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様です。無事1日目撮り終えました。いや、疲れましたね。何喋ればいいですかね、これ。じゃあ、ちょっと明日、まあ、そうなんですよ、頑張ります。お疲れ様です。メイキングです。
疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか。ビデオもスチールもバッチリな感じ。いや、プロフェッショナルな感じで良かったです。ですね。なんていうか、タイプムーン、タイプムーンとか言っていいかわからない。タイプムーン感があって良かったなって思いますね。また明日もありますけど、はい、明日も森ワールドで頑張ります。今日はちょっとタイプムーンでした。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、京都ロケ1日目が終わって打ち上げというかお食事というかしてます。OK です。はい、小野さん、これ何ですか。ミスジです。ミスジ。これで明日も頑張ります。あ、明日頑張れる味きた。いや、これ見てくださいよ、この厚みとツヤ。見てください、これカメラに見てください、これ食べますよ、はい、食べます。おまずね、前歯でちょっと力入れただけでプツッて切れるんですよね。プツッと切れてめっちゃ肉汁ジュワッて出るんですよ。これがね、もう一枚、これはね、舌がハッピーフェスティバル。舌がこれやばいっすもん。ハッピーフェスティバル、超うまい、超うまいですし、角煮食べますよ、角煮。はいはいはい、この角煮ね。これ舌がハッピーフェスティバルってちょっとね、角煮。あ、ちょっとこれちょっと大きいから、ちょっと僕かじるんで、ゆうきさん残りかじってください。はい、わかりました。これね、はい、いただきますね、これ。いただきます。はい、いただきます。今度は舌がどんな感じですか。これね、これね、はい、舌がハッピーフェスティバルだ。超うまい、超うまい。いただきます。これはうまい。舌がハッピーフェスティバル。ほらやっぱりね、もう絶対うまいもん、これハッピーフェスティバルですよ。うまっ、ね、これ超うまい、うまい、うん、超うまい、うん。撮ってますよ。おはようございます。今朝の7時半です。7時半です。はい、4時半に起きました。あー、偉い。あ、着きました。何やらこれをいただきました。何ですかそれは。噂のスタバのエナジードリンク、はい、ですね。ベリーベリーハイビスカス、ハイビスカスと、こっちがクールライム、クールライム、はい、今からこれを飲みたいと思います。はい、朝はね、やっぱりエナジードリンク、朝だからね、ちょっと気合入れていかないとね。じゃあちょっと、はい、ん二人同時に行くっていう、ん何でしょう、なんか何でしょう。え、ちょっと待って、え、何でも、なんかこれなんだろう、強いて言うなら、これ強いて言うならハッピーフェスティバル。いや、これ完全に不気味だよ。まあ。はい、というわけでね、これスタバのエナジードリンクでした。撮影が半分終了して、みんなでお蕎麦屋さんに来てます。これ僕、蕎麦屋に来たくせに親子丼頼んじゃったんですけど、親子丼がすげえうまそうで、うん、ちょっとね、本当に美味しそう。これうわどんな味ですか。これね、これねめちゃめちゃね、卵がトロトロなんですよ。うわいいな、すっごいうまくて、強いて言うなら、お口の中がハッピーフェスティバル。
か頭をつけながらもう一回行きましょうか。すいません、もう一度お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。無事撮影終了で、はい、おめでとうございます。はい、無事にファナのケセラセラミュージックビデオの撮影全部終了しました。喋ろうと。なんかご挨拶的な。いやファナの初 PV すごい本格的な撮影で。そうですね、良かったですね。いや良かったです、本当に。いやどうでしたか、トマさん。どうしよう。私は個人的にはあの寝っ転がってたやつが、はいはいはい、気絶してたやつが一番きつかった。しんどかった。ああ、あれはね、あの石も熱かったですからね。そう、あれね、もうなんかジュージューしてた。はいはいはい。ステーキ上からも下からも。はいはいはい。頑張ったのでそこを見てます。はいはいはい。ゆうきさんどこが一番残ってます印象に。そうだな、どこがいいかな。いや僕はあれですよ、やっぱあの石の歩きっぷりを堪能していただければ。はい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 、はい、あの川の飛び 石、はいはい、飛び石ね。もう唯一多分僕が取られてるんで、はい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 、よろしくお願いします。なるほどなるほど。一生懸命飛び出した。うん、僕はですね、出町商店街、商店街歩いてたのがなんかただ歩いてただけなんですけど、すごいなんか気持ちよかったですあれとか、うん、とかあと別にどのシーンとかじゃなくて、このみんなで、ま、こうスタンバイしながら雲がちょっと今雲が来ちゃってるからとか、そういうのでなんか待機してたりする時がすごいライブ感っていう感じですっていうね感じで、ありがとうございました。はい、はい、いやなんか今の気分を例えるなら、あー強いて言うなら、強いて言うならハッピーハッピーフェスティバル。映山電鉄の、はい、はいはい、まあ、ずっとついて回ってた駅員さんがいたんですけど、はいはいはい、なんかその映山電車の公式ツイッターアカウントの中の人らしくて、ほうほう、で、なんかこうツイートしておきますよって。おー、ちょっと、ちょっと、かつ、なんか、いや僕も昔音楽やってたんですよ。メタルのバンドやってて、ギター弾いてました。で、かつ、なんか、その映山電車の公式アカウントでも趣味のバンあの音楽のこととかたまにツイートしますよ。そんな、駅員さんでよかったなっていう、面白い人の出会いがありましたね。ハッピーフェスティバル、ハッピーフェスティバルですね、本当に。すごい。じゃあ今後その池井さんもこの神戸頂点家族のね、そうそう、あれだって他の人に言うかもしれない。何？宇宙天家族のって。もうもちろんもちろん。で、宇宙天家族のポスターも至る所に貼ってあって、はいはいはい、全部の駅に貼ってあった。すげえ、絶対知ってるんだ。そうそうそう、嬉しい。そば屋のね、おばあちゃんもしてたから、確かにね、もらいたいだろうな。ね、じゃ完成を楽しみにしつつってことで、はい、ケビン君は締めのことを締めてくれるそうです。はい、ハッピーフェスティバルでした。バイバーイ。バイバーイ。